こんばんは。NMB48 9期研究生、田中美空です。9期生の密着の第2話をご覧いただきましたけど、どうでしたか？みんなね、すごい緊張してる様子が画面越しにも伝わって、まあ、私自身も自分を画面越しに見てみて、あんなに緊張してたんやって正直思うぐらいすごいガチガチでしたけど、まあ、そんな緊迫感があふれる審査の様子にはまた後で触れながら、配信していきたいと思います。そして今回の配信ではランキングの読み上げをさせていただきたいと思います。そして上位3位の方々にはこちらのチェキをプレゼントさせていただきます。とお名前と、日付、そして私からのサインやメッセージをお書きして、送らせていただきますので、ぜひぜひお楽しみにしておいてください。はい、それでは早速、審査の様子とか触れながら喋っていきたいなと思います。コメントとかもすごいたくさん拾いながら、コミュニケーション取っていきたいなと思います。まず、見ていただいた VTR があちら三次審査になってまして、ダンスから始まって歌唱とか質疑応答っていう感じでね、もうあの通りです。あの通りっていうか、すごい審査員の方がね、あの想像の3倍いると思っていただけたらすごい分かりやすいかなと思うんですけど、頭の中で思ってた景色よりも列が長いなっていうのが入ってすぐの感想やったんですけど、そうです、47番、そうですね、ショールーム久しぶりです。話変わりました、すいません。そうですね、 NMB のオーディションでもやりましたね、ショールーム。私は47番でシーナッチョとしてやってました。覚えてくださってる方たくさんありがとうございます。そうです、47番のシーナちゃんでした。こうしてまたね、メンバーとして配信することができて本当に嬉しいです。ありがとうございます。あの時はすごいね、あのマシンガントークをなんかマシンガントーク、シーナちゃん名物って言っていただいてたので、ちょっと、ね、今まだ緊張してるんですけど、まあ、自分らしくもうね、喋り倒して感想もいっぱい言っていきたいと思います。あれ、すいません、はい、すいません、ちょっと一瞬トラブってしまいました。そうですね、で審査の話に戻るんですけれども、まず見ましたか、私の仁王立ち。びっくりしましたよね。あんなに仁王立ちしてた記憶なくて、あの中森明菜さん の曲を聴いた時にとか言って、こう遠くから抜かれた時の私の姿がもうこうなってましたよね、仁王立ちで。恥ずかしい。もうあんなに緊張してたんやっていう、あの家帰ってからとかね、あのお母さんとかにどうやったって聞かれて、もうめっちゃ緊張したし、練習の力の半分も出せへんかったとか言ってたんですけど、あえて見るとね、もう緊張しましたね。まるでエッフェル塔でね、エッフェル塔みたいなね、仁王立ちしてましたけど、それほど緊張してたんですよ。そう、立ち姿がかっこよすぎて。ありがとうございます。ガンダムみたいだった。ガンダムでしたか。そんな、まあたくましくは入れたんですけどね、あの立ち方でね、かっこよかったよ。ありがとうございます。そうですね、あのかっこよく、そう、私自身さっきも言ってたんですけど、すごい打たれ弱いというか、こうくねくねってしちゃうところがあるので、あの曲に助けていただいて、こうかっこいい自分というか、こう強さを出せる自分でいたいなと思ったので、あの曲を選んだので、そうやっていただけるとすごく嬉しいです。あの曲選んで本当良かったです。そりゃ緊張するよね。そうですよね、やっぱり緊張はねするんですよ。歌うまかった、ありがとうございます。意外とね、練習しました、あれは。あるじゃないですか、カラオケって結構何店舗もあるじゃないですか。その中であの穴場だって、あの混んでたらフリータイムでも3時間で追い出されちゃうので、ちょっとね、フリータイムを存分に使いたいなと思って、あの穴場のカラオケに行って一人でめちゃくちゃ練習したんですけど、やっぱり緊張でね、声が震えたりとかがあったので、すごいね、悔しい思いをちょっとしつつも、でもやっぱり出し切れたので全然後悔はなかったので、緊張は伝わったけど芯が強い感じしたよって、ありがとうございます。
もう一曲って言われたら何歌ったやろう。でもやっぱりあの曲ですごいなんかかっこいいところは見せられたかなと思うので、あのリオピが歌ってたあのハニーワークスさんの私アイドル宣言とか私結構好きでよく歌ってるので、ああいうこうギャップみたいなこう中森明菜さんのデザイアでこうかっこいい田中美空を見せた後に、本日はちょっともう一曲いきますかって言われたら、まあそれね、急に180度やったら同じになっちゃうか、違う180度だっていうか180度変えて可愛い曲とか言ったかなと思いますね。そんなイレギュラーなこと多分ないと思いますけど、いずれラジオ番組やってみたいです。そうですね、ショールームの、 あの審査の時からずっとあのおしゃべりするのが好きって言ってて、今も多分ねあのこんなしゃべるっていうぐらい多分しゃべってるから伝わってると思うんですけど、めちゃくちゃおしゃべりするのが好きで、でもこの自分一人でこうしゃべるっていうよりか、こういう見てくださってる方々とあのコメントとか、そのラジオやったらお便りとかですかね、を通してこうコミュニケーションしながらこう自分がこうおしゃべりして時間を過ごすっていうのがすごい好きなので、ラジオはやってみたいですね。めちゃくちゃやってみたいです。何時まで、今回は9時までになって21時までになってます。他の子の歌唱審査は見れたんですか？今 VTR で見れました。あのテンダのね、こんなんとかも2週ものなんかこんな感じとかね、ああいうのもね私実は考えてたんですよ。実はね、あれ見ていただいたら分かると思うんですけど、だいたい1人、まあ、2、3分ぐらい歌って、まあ、同じ時間ぐらい質疑応答があるんで、でそれその時間がもう何十人何百人何百人ではないですね、何十人っているので、すごいね朝から晩まであったんですよ、あの日の審査が。だから待ち時間がねほとんど待ち時間だったので、その待ち時間にもあのなんか仲いいグループが出来上がってたりとか、あのそうですね、姉妹できてた青原姉妹とかは多分姉妹で一緒にいたと思うんですけど、私なんとその輪の中に入れなくってすごいの出遅れちゃって、あの仲良しの輪ができてるところに入れず、一人でこう端っこにいたんで、ちょっとこの時間なんかに使えへんかなと思って、こうその歌唱審査のなんか身振り手振りをなんか練習しよっかなと思って、こう壁に向かってこうイヤホンつけてね、持ってきたイヤホンをつけて、こうあの中森明菜さんの、ね、デザイアの歌番組とか見たことありますか皆さん。あのこうすごいあるんですよ、なんかこんな感じのがあって、それをやっちゃおうと思って、多分審査員の方々にもあこの子できるやんって思ってもらえるかなと思ってめっちゃ練習してたんです。その待ち時間がほんまに多分私47番やけど多分2時間ぐらい待ったんですよね。その2時間ずっと壁に向かって一人でこうやってバンバンってやって、こう足とかもキックしてみたりとかいろいろやってみたんですけど、でよし行けると思って、なんなら歌詞も全部覚えたしもう完璧やわと思っていざ行ったら、すごいボロボロで、あの仁王立ちっていうね、もう本番に力発揮できないタイプがバレてしまうっていうか、すごいここに来て緊張が出ちゃってやってたこと全部できなかったです。あのこうタンチャンチャンっていう、この分かります、あの音ハメちゃんちゃんちゃん寂しいってやりたかったんですけど、それもできなかったです。今発揮しまくり、今はね緊張もちょっとほぐれてきて喋れてるんですけど、全然もうあの時はすごい悔しかったですね。2時間やったんですけど、それが全く発揮できずっていう結果になりました。カンコピなら笑えたのにねって、ほんまにいやしてたんです、カンコピしたんですけど、まあ、できなかったっていう。だから今あの VTR とか見てて西ゆますごいなと思いましたね。あの子結構普段からあの感情表現とかも上手なんですけど、審査の時点であれほど上手とは思ってなかったです。私もあんなしたかったなって今思いましたね。なんかこんな天奈もこんなしててめっちゃかっこよかったですよ。私もしたらよかったほんまに。歌唱に特化したらええやんって、まあね歌唱に特化、最初はそのつもりやったんですけど、おしゃべり面白い、ありがとうございます。めっちゃしゃべるなと思ってたよりね、しゃべるんで、そうです、あのお披露目の時とかめちゃくちゃ緊張してしまって、口数がいつもの8分の1ぐらいになってしまって、いや私こんなに人見知りなんやと思いながら舞台に立ってたんですよ。実はショールーム審査どのぐらいの頻度でやってた、多分1日1回ぐらいですかね配信が。でしかもあの初日に出遅れて、あの期間の初日に出遅れてしまって、だからみんなよりも多分回数は少なかったと思います。多分
配信自体は多分 4,5 回しかやってないと思うんですけど、発声練習は普段からしてるんですか？全然発声練習っていうか、その専門的なこの歌唱の知識は全然なくって、でも前ブログとかでも書いたんですけど、私高校の部活が軽音楽部なので、バンドを組んでやってるので、そのなんて言うんですか、その部活の雰囲気とかでこう私ドラムなんですけど、全然関係なく歌いまくったりとかしてたんで、その普段から人よりかは歌う環境にいたかなとは思います。こう自由に部室でめっちゃ歌いまくったりとかはしてたので、まあ合格したので OK まあね、結果的には。まあでもやりたかったですね。ちょっとまた何か機会があったらできたらいいなと思います。先輩とはもう話しましたか？先輩とはね、少しずつお話はさせてもらってます。私前にブログの方で最初の方にあげたんですけど、憧れの先輩の中に黒田風和さんのお名前を出させていただいて、そしたら黒田風和さんがツイッターの方でその私のブログのスクリーンショットを上げて、田中美空ちゃん注目、なんかチェックチェックみたいな上げてくださって、えっ私の名前が風和さんのツイッターにあるぞと思って、それでまた何か機会があったらお話できたらいいなと思ってたら、先日の1月1日の新春特別公演の時に舞台の裏とかでこうすれ違う時とかに、こう9期生でお願いしますお願いしますお願いしますってこう先輩方にこう挨拶して通ってる時に、黒田風和さんが私が目の前に来た時に、ああみたいな顔をしてくださって、気づいてくださってたんですよね。もうめっちゃ嬉しかったです。お話はまだ全然できてないんですけど、その私の顔を覚えてくださって、あの子が田中美空ちゃんかっていうのを覚えてくださってて、もうそれだけでめっちゃ嬉しいじゃないですか。でこのめっちゃ緊張してる中でこう挨拶をしてたら、あー美空ちゃんみたいな顔をしてくださったので、そこで結構緊張はほぐれたなっていうのもありますし、あと YNN とかやったら入る前とかに平山麻衣さんとか住野あかなさんがもう頑張ろうね頑張ろうねって言ってくださったりして、それ励ましてくださる言葉がすごくいただけるので、まだ踏み込んだ話とかは全然できてないんですけど、緊張でガチガチになってしまう9期生に明るく優しく声をかけてくださる先輩ばっかりなので、本当にこんな素敵なグループに来れてよかったなって日々心の底から思っています。バンドかっこいいありがとうございます。そうです、普段のこうしてカチ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 やってますよ、ドラムをね。自分で性格どう思いますか？性格か、でもこの通りですよ。普段からもうこんな感じで、友達の前でもずっとボケてるし、ずっと突っ込んでるしみたいな。役回りで言うと、でもどっちかというとなんか突っ込み側にいることが多いかなと思います。やっぱ楽しいことが好きなので、あとはおしゃべりも好きやし、でもそのくせに肝心なところでは緊張してしまうっていうところなんですけど、9期生は人見知り少なさいね。あ、確かにそうですね。みんな、だってセレクション審査の最初とかも全然気まずい感じはなかったかなと思います。今思い返すと全然もう最初からこうなんか教え合いとかもできたし、そう思うと人見知りの子は少ない、人見知りの子は少ないというか、まあ、そうですね、喋りやすい雰囲気はありました。どこで NMB オーディション知ったの？何で知ったかな、多分 TikTok かな、多分こうおすすめに出てきてやったと思います。こう先輩方の TikTok の方とかでもこうオーディション始まりますみたいなのがすごくあったじゃないですか。そういう動画とかもすごい流れてきたりとかがあったので、そこで知って応募しました。ドラムは荷物がたくさん、それがそうじゃなくって、ドラムって一番荷物少ないから、バンドのメンバーにいつも羨ましがられてましたよドラムのスティックだけでいいので、他のメンバーはこう学校のリュックだけで重たいのに、こう後ろにこうしてギター背負ったりとかして、重たいって言ってんのに、私だけこうスティックやからこうしてあれ全然重くないけどみたいな感じでごめんねって思いながら煽ってました、いつもメンバーを。
NAB でバンドやろう、あこれはね、あきら先生が言ってくださってたんですよ、レッスンの時に。あの誰がどんな楽器できるんやって話になって、あのじゃ あのギターできるやついるかとか、誰誰誰誰みたいな、おーいるやんって言って、じゃあベースできるやついるかって言って、はーいって、おいるやんいるやんってなって、こう大体全楽器揃ったんですよ。それでじゃあボーカルは誰誰がやって、あれ一回ガチで NMB48 9期でバンドやるみたいなのをあきら先生が言ってくださってましたね。それいつか実現したいですね。私はあとはあのピアノもやってたので、あのキーボードそのつながりで練習したら多分できるかなと思うので、いつか9期生バンドしたいですね。これちょっと一回検討しましょう。あきら先生にちょっと直談判しましょう。やりたいですって言って皆さんこんばんはとかたくさんありがとうございます。ふわ様さすが、そう覚えてくださっててね、すごい嬉しかったです。はい、それではすいません、まだね全然おしゃべりしたりないんですけれども、一個一個の話題長くてごめんなさい。それではね、今回、ランキング3位以内の方々をね一度読み上げさせていただきたいと思います。それでは、まず第3位がともたんさん、おめでとうございます。イエーイ、ともたんさんありがとうございます。で2位がちさちゃんさん、おめでとうございます。で第1位がタクピーナッチュさん、おめでとうございます。皆さんありがとうございます。プレゼントのご当選者の方々にはショールームのメッセージにて当選連絡をさせていただきます。ぜひお待ちください。そしてメッセージをご確認いただき、内容に従って30日以内にご返信をお願いします。はい、それではめっちゃ短くないですか配信時間。私まだまだ喋り足りないんですけど、ちょっとね今日はここまでになっちゃうんですけど、もうちょっとあれですね、また今度いつかね配信またさせていただける機会があったら他の話題にも触れつつ、今回ちょっと9期生のエピソードもあんまり話せなかったので、いろんなこう一人一人のエピソードとかも喋りながらまたね深く掘り下げていけたらなと思います。それでは9時になりました。それでは今回の9期生密着第2話ご覧いただきありがとうございました。それではまた次回もお楽しみにしていてください。それでは以上、9期研究生の田中美空でした。ありがとうございました。